注意いたします相沢一郎君会<長>日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を説明を申し上げますただいま議題となりました日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部を改正する法律案につきまして提出者を代表をいたしましてその趣旨 および概要をご説明申し上げます日本国憲法の改正手続きに関する法律、いわゆる国民投票法は、平成19年に制定され、平成26年に選挙権年齢等の引き下げなど、制定時に残されたいわゆる3つの宿題に対応するための法改正が行われましたが、その後、平成28年に、 公職選挙法の数度にわたる改正により、投票環境向上のための法整備がなされております。本法律案は、このようなすでに実施されている投票環境向上のための公職選挙法改正と同様の規定の整備を国民投票法について行うものでございます。次に本法律案の 主な内容をご説明申し上げます第一に、投票人名簿の内容確認手段について、個人情報保護の観点から、従来の縦覧制度を廃止し、公職選挙法と同様に閲覧できる場合を明確化限定した閲覧制度を設けることといたしております。第二に、公職選挙法においては、在外選挙人名簿への登録について、 出国時申請の制度が創設されましたけれども、この制度を利用したものが、出国の時期によっては、国民投票の在外投票人名簿に自動的に反映されないケースが出てまいりますので、その谷間を埋めるような規定を整備をいたしております。第3に投票日日ののの当日市町村内のいずれかの 投票区に属する投票人も投票できることができる、共通投票所を設けることができる制度を創設をいたしております。第4に、期日前投票自由に、天災や悪天候の場合を追加するとともに、期日前投票所の開始時刻の繰り上げ、および終了時刻の繰り下げを、それぞれ2時間の 範囲でできることといたしております第五に養生投票制度の内容を便宜知責選等の選委員及び実習生に拡大しております第六に、えー、栗延投票の期日の告示について少なくとも5日前に行うとされていたものを少なくとも2日前としております第七に投票者に入ることができる 子どもの範囲を幼児から児童生徒その他18歳未満のものに拡大をいたしておりますなおこの法律は交付の日から起算して3ヶ月を経過した,経過した日から成功することといたしております以上が本法律案の趣旨及び概要でございます 何とぞご審議の上速やかにご可決くださいいまますすようお願いを申し上げますこの際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者、衆議院議員、奥野総一郎君から説明を聴取いたします。奥野総一郎